はい、皆さん、チェアス。はい、てなわけね、今回もやってまいりました、K の大冒険ということでね、今回は、ジークエクスカリバーが発売したということでですね、まあ、皆さん、おなじみの、普通に、このジークさん使ってると思うんですけれども、まあ、確かに、かっこいい、重い、強い、そして、極めつけのバースト能力ということでですね、まあ、こいつはね、もう使ってて楽しいと思うし、使われた方も結構威圧感はあると思うんだけど、もうこいつが出たからなんか、あ、こっち出たから、あ、もう俺ダメだ負けるわとか、こいつが出たから、あ、俺もうバーストするわとか、こいつが出たから何、あ、環境だとか、そういうのどう思います？めめしい、めめしい、めめしす。あ、違う、あの、けなしたわけじゃないよはい、うん、確かにね、うん、俺もどうかなって思う。なんでかっていうと、あの、やっぱりタカラトミーさん的にこいつだけ売れたって利益にならない、全部売らなきゃ利益にならないから、全部トントンで強くしてるはずなんですよ。こいつはアタックだけじゃん、ぶっちゃけ。時給なんて皆無だから、うん、もうここ見てくれれば分かると思う。もう時給なんてもうメーターないから。あ、本当だ攻撃力はついてるけど、バースト力もちょっと低いし、防御力なんてほぼないし、だからそんなこんなで、もうこいつも攻撃に特化されただけで、他弱いところ突かれたら普通にポンポン負けるんだよね。うん、だからカスタム次第でこいつは勝てるし負けるしみたいな感じなんですよ。なのにこいつが出たから環境だとか言ってるやつは、俺はブレーダーとして失格だと思う。うん、うん、言い訳だしね。そう、負け惜しみというかね。で、それでね、なんか自分のハードルを下げてる感があるかなって僕は思うので、ちょっと今回はね、この強いジークエクスカリバーを、自分ら的に強いカスタムにしたので、そいつを今回1世代前の2世代型ベイブレードバーストロストロニュース、こいつで全部粉砕していこうかなって思ってます。こちらロストロニュース 8Vバイトということでね、こちらのカスタマイズです。これね、ちなみにここ覚醒してますので、すごく暴れます。はい、もう覚醒バリアブル以上に暴れます。はい、なのでね、今回こいつを使って倒していく相手を紹介していきたいと思います。まあ、環境だの強いだの言われているベイたちです。どうぞ。投げないでねいきなりジークさん、いきなりジークさん、ごめん、手に取ったらそれだったジーク、ワン、ジー、アイアンということでね、このカスタマイズほぼほぼデフォルト。ただね、このフレームをね、あの、長細いということで重心が2つなんですよ。パーンといっちゃえば、うん、物理的にはね、はい、なのでちょうどメタルのところに重心がいく感じになってます。はいはい、なんで裏なの出しやすかったそうだね。そしてアルタークロス、攻撃型、赤いの見えるかな、攻撃型で2スターナッシング、これもナッシングで敵の攻撃をかわしつつ、アタックにしてメタルを埋め込んだことにより強い攻撃を放てる、この2スターということでね、なかなかいいカスタム。はい、次レジェンドスプリガン 2V か 2V で、軸先がスプリガンのそのままだ、結構デフォって感じですね。まあ、真ん中だけ変えましたっていう、まあ、ちょっと、うん、こいつと変わんない感じ。はい、ほい。そしてこちらもう俺が作った最強ベイかなって思ったんだけど、もうそれすら打ち砕いていこうかなと。アルタークロノスじゃねえツインネメシス、2G オービット、これですね。もうこれ最強かなって。こいつの重心こことここなので、2つの円形、まあ卵型っていうのかな、だから風圧でいうとここら辺が重くなるんだけど、それを2つの重み、2つのフレームの重さでオービットだ、もう遠心力だらけで、もう時給ありありみたいなありありってギャル語かよはい、こちらを倒していきたいと思います。ゴー、いくよ、うん、3、2、1、ゴー。おっしゃー、ワンパンだった。くそ、こっちもカムシカムシ、そっちなん
かいからね。はい、次何でもいいよ。スプリガン、レジェンドスプリガンね。ハマれよ、ハマれよ。いくよ、3、2、1、ゴッシュ。はい、ワンパン、今のところワンパン。このままワンパンでいきたい。なんならプルンじゃねえんだよなんだよその動物じみたリアクションは。ネメシス。あいよ、3、2、1、ゴッシュ。おー、ちょっとこれもう一回いいか。痛い、うん、いいよ、痛い。スタジアムずれちゃった。もう一回消す。よいしょ、頑張ろう。3、2、1、ゴッシュ。あー、おい、うわという夢を見たのさ。夢もう一回、もう一回。いいよ、うん、いくよ、3、2、1、ゴッシュ。じゃあまあまあどうしよう。じゃあもう一回やろうか、うん、ね。これでもう1対1だもんね、うん、次で決めよう。いきます、3、2、1、ゴッシュ。お前に入ったよ、いいよ、ほいほい。どうなる、ピンピンシュア。超心配になった今マジで焦る。いくよ、あ、ちょっと待って、ちょっと深呼吸。キッキー風だよこれ、ナマズ法で生まれてきちゃうやつ。 OK、 いくよ、3、2、1、ゴッシュ。ゴッシュなんとか元は取ったでしょ。そうだね。次、クソクソ、次がクソってやつです。違う頑張りましょう。やっぱりちょっと待って、深呼吸。ヒッヒッフー。それラマズホン、うん、ベイブレード生まれちゃうけ。そう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 ヒッヒで吐いてフーです。厳しい。3、2、1、ゴッシュ。おっしゃー、ちょっとここ3回やってみるか。にゃ、今1回目ってことで、あとでじゃあ2回、なんか一発だけだとね、なんかあれなんだよ。大丈夫、うん、いくよ、3、2、1、ゴッシュ。危ない危ない、こいつだいぶ痛いからね。小指が削れた。あ、なんだ、もう当たってる時すでに遅し、シュッてなった。もうシュッてなった、うん、そっか、それは痛いよね。みんなも回ってる時の便利は手を出さないでね。出したるしいやいや、はいはい、3、2、1、ゴッシュ。ええ、まあ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 、怖い怖い、うわずらしたね、ごめんいいんだよ、いいんだよ。ロック外れてるよって感じ。うん、頑張っていきましょう。はい、いきます、3、2、1、ゴッシュ。ほいほい、なんならバーストしたい。スピンフィニッシュ的な予感、うん、そういうの求めてないかな求めてないかな。もう一度やってみよう、ぶっ潰したいねガチバレすんなっていきます、3、2、1、ゴッシュ。よいしょ、
いいよ、今のワンパン超でかいよ。またスピンフィニッシュ的な感じ。おお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 おい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 、やっぱあれだね、やっぱり前半言った通りこいつ持久力皆無だからね。うん、いや勝とうと思えばぶっちゃけ全然勝てます。もっとやってみよう。だって今のところこいつバーストされてないもん。そうだね、攻撃力激高って言ってる割には。当たってない、そんなことないな。うん、3,2,1,GO! おい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 、なんならこっちの攻撃当たってますからね。ほらもうひるみまくっちゃってる。もう時期ほぼないから、まあ、はい、もうダメ。お疲れ。まあもういいでしょ。まあいいか。うん、もうロストロンギヌスの強さ分かったと思います。はい、なのでジークエクスカリバーが出たから環境だろ何だろ言ってるやつはもうブレイダーとして、トレーナーとして何もうベイブレーターじゃないんかなっていう僕は思います。はい、もうただの負け惜しみ、ただの、いい逃れ、そして負け犬の遠吠えだと思いますので、皆さんはそういうこと言わずに果敢に立ち向かっていくとね、普通に倒せますので。ワンワン。うん、負け犬の遠吠えかな。遠吠えではないな。ワン、おー、遠吠えだ。いいじゃん。はい、3,2,1,GO! スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。ごめんなさい、めっちゃいきます。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。おもろいね今のね。いくよ、スリー、ツー、ワン、ゴーシュ。バーストしねえな。3,2,1,GO!3,2,1,GO! うえぇ、うぅ、やべ、かっけぇ、ボッコボコ、もう泣いちゃってるもん、ジークさんが。3,2,1,GO! 3,2,1,GO!決めてる感じに思えてきた。決められてる。おい、いい当たり、いい当たり。まあこうなりゃ持久では絶対勝つからな。イエス、いくぜ。3,2,1,GO! おお、いくぜ。3,2,1,GO!なると地味になる戦いだ。なんかもうスタミナないもんね。うん、確かに当たればいいんだけどね、その当たりをロンギヌス耐えちゃいますからね。3,2,1,GO! おお、おお、危な。おお、3,2,1,GO! おっしゃ